カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回のヒカクラはマインクラフトの世界でマリオみたいなことをしたいと思います。というのもね、後ろに見える帯電クリーパータワーあるじゃないですか。高すぎて切りかかってますけど、あの上からぴょんと飛び降ります。まずで、下に今この手に持ってるねスライムブロック、これを置くと死なないんですよ、高いとこから降りても。で、昔もね飛び降りとかいう動画上げたんですけど、高ければ高いほどこう飛び降りた時にピョーンってね跳ねるんですよ、スライムブロックでピョーンって。それを利用して足場をね作って、マリオみたいにピョーンって飛んだ先にこうまた土ブロックでこう柱みたいなの作って、その一番上をスライムブロックでこう4つとか置いて、でピョーンピョーンピョーンっていけないかなっていうふとちょっと頭にねこう思い浮かんだんで、まあチャレンジしてみたいと思います。もしかしたら全然できないかもしれませんが多分ちょっとは前に進めると思うんですよね。ただ大事なのはまずこれでピョーンって飛び降りた時に前に行きながら1個目に着地したいんですよね。そう、さっき試しにね真下に飛び降りてからスライムブロック踏んでピヨーンってなった時に前押してもあんま進まなかったんですよ。多分飛び降りる時にもう前の方にこう動きながら行かないとピヨンピヨンって前の方に行けないっぽいなっていうのは感じたんで、いやー5段ジャンプ成功させたいね。で、5段目をゴールにしようかななんて思って旗もね、あります。エンドル取ってきたやつね。さあ、どっちに降りようかなっていうところなんですよね。水の中に作るっていうのもありっちゃありか。氷結歩行で歩いて水の上に作るのもありかもね。そしたら万が一落ちても毎回死ぬことはない。じゃあどこなんだ。それもできたらこの画面で行きたいんですよ、ピョーンピョーンみたいな。ただね、めっちゃ難しそうなんだよね。もしかしたらこの画面になるかもしれないですね。じゃあまずはあっちから飛び降りてどこら辺に落ちるかっていうのを調べよう。で、スライムブロックね、もともと7個くらいしか持ってなくて、さっきね、スライムチャンクのところ行って、めちゃめちゃ時間かけて、やっと25個にしたんですよ。スライムボール9個で、1個しか作れないんで、いや、なかなか貴重ですよね。早く64個集めたいですけどね。そう、あんまり僕、これ知らなかったんですけど、スライムブロックって素手でも、ポチャ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 って壊せるんですね。だから、すごい便利だよね。それこれ登るのも時間かかるからね。ビシッと、男はビシッと成功させたいとこだ。成功させたところで何もアイテムとかもらえるわけでもないんですけどね。久々にクリーパータワー登ってる。あ、そうでもないか、滑空翼の時登ったか。よーし、着いたぞ。滑空翼ね、そのまんまになってるから。あ、チビゾンビがいる。うえ、何これ。あ、骨か。剣持ってるかと思った。ふいっ、はい、よいしょー、ファイシャー、あれ強いな、ファイシャー、オッケー。あ、そう、今ちなみに敵の声オフにしてたんで今声が出てなかったですね。さあ、こっちから落ちると、あ、ちょうど水の上っぽいね。こっから全力で落ちてみたいんだけど、ここいいね、ここほら。もうちょっと横行くと多分、あー、怖い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 、うわー、やべ、落ちちゃった。心臓が、あれ、剣が、剣は、剣、やべ、あった、危ねえ、落ちちゃった。やばい、全然参考になってない。あれあれ、あー、取れた取れた。もう頼むぜ。いや、心臓止まりそうになったよ今、本当に。今何もしなかったらこの辺に落ちたよね、ポチャンって。全然参考になってないよ。とりあえず一回ここに置いてみよっか、スライムブロック。大体この辺だったから、この辺に置いてみて落ちよう。一発目が多分着地がむずいんで。よし。これでもう水の上に置けてるよね。これ便利だよね、氷結歩行。飛び込み競技みたいな感じだね。あ、それもね、これほら、氷結歩行じゃなくて氷渡りってなってんの。またちょっと修正入ったのかな、名前。にしてもこの、じゃあ氷渡り？氷渡り便利すぎるね、湿地帯とか歩くときに。さあ、飛び降りるぞ。あそこが一段目だからね。見えますね。いや、でもあの高さから降りてあの4ブロックに落ちるのは相当な技術が必要だよ。ほら、オリンピック級だよ。オリンピック代表に選ばれるかもしんないな、これできたら。現実でやったら足の骨大変なことになっちまう。よし。
さっき落ちたのこの辺だよね。ちゃんとシフトをしていこうね。おー、この辺か。これまっすぐとか言ってもわかんないもんな。もうちょい左なのかな、これ。わかんない、これ。こんくらい？こんくらいでいいんだよね、多分。いきますよ。この画面、うわ、怖い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 。この画面で行ってみる？いきます、せーの。ふっ！あれ、見えない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 、うわーくそ見えないね、やっぱり。でもね、多分今、前あんま押せなかったので、前押せばここ行ける。もう次で行けると思うんで、飛ばしていこう。もうここぶっ飛ばしていこう。ここでビヨーンってやるから、この辺まで来れんだろ、多分さすがに。勝手に決める。で、多分超跳ねると思うんですよ。ここに着地したら。だから、相当高いところに作っといても、いけると僕は考えます。どう？こんくらいいけるよね、多分。とりあえずこんくらい作ってみようか。これがもしここ簡単にいけたら、また次のとこ作ろう。こっからそことかいけるかな？あ、全然ダッシュできない！ あ、スライムブロックの上でダッシュできないんだ。あー、ぴょんぴょーん！あー、ダメだ。全然ダメ。やばい、夜になってきたな。嫌な予感。早く飛ばないとこれ敵が来ちゃう。やだわ。あ、上で一回寝てから行く？ベッドあるよね、ここ。寝てから行こう。怖いから。あ、夜ジャンプも結構楽しそうだけどもね。安全に行きたいですのでね。うーわ。よいしょよいしょ。はい、おやすみ。お、スライムブロック持ってる。いいね。さあ、成功させるぞ。大体の場所。大体の場所、目安これつけよう。おお、ほんとこの辺じゃん。ちょっと、この辺に、この辺かな？この横から行けば多分まっすぐぐらい。あ、いいね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 。行きましょうか。このアングルで行きますね、もう成功させたいから。あ、ダッシュしていこうか。ダッシュしていこうか。行きます！せーの！はっ！ジャンピーン！おお、お、いけるいけるいける！うわあ！ダメだ！意外といけない。ということで分かったのは、あんまし前に進めない。ということで、でも、この高さくらい今飛んでたよね。じゃあ、ここ同じ高さで登っていくか。登ってって、崩そっか。ちくしょう。4ブロックくらい手前だったら取れるかな。あー、ブロック！私の大事なブロック。4ブロックくらい手前にしよう。結構いけそうだったよ、もう。いやー、5段やりたいな。もっといい方法とかあんのかな。誰かいませんかね、飛び込みのプロフェッショナル。こんくらい飛んでたよね、余裕で。11、12、13、14、15。こんくらいにするか。15。15も飛んだかな。いや、いける。私の跳躍力ならいける。間違いない。さあ、行ってみよう。あ、いいね。猫カフェいいね。よーし、行くぞー。今度こそ行けるはず。さっき走ってってギリギリだったもんね。行きます。せーの。あ、ばばばば。行きます。せーの。ふっ。ぜー！よし！あ、やばい、飛びすぎ？あ、大丈夫？よし。うわー！俺、いけた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 。あ、すごい！すごい！いやー、ちょっとね、マルチプレイとかで誰か他のアングルから撮っててほしいわってぐらい今良かったね。次だね、次。だんだん近くしていかないとダメだから、すげー、5段いけそうな気がする。じゃあ、こんくらいにしとくか。ビビリでこんくらいにしときます。あ、それも、2段目がもっと高くて良かったんだよね、すっごい。あ、でも2段目高くするともうあれか。跳躍力減っちゃうか。近いなー、これ。近いな、これ。この辺にする？あ、じゃあ、こうしよっか。こうして、マリオにしたいから、そっか、土の部分壊した方がいいか。よし。よーし。これ修正すんの大変だなあ、いいね、いいね。これでこそマリオだよね。そっか。こっちも土壊そう。もうプロフェッショナルですから、これ。プロフェッショナルはね、そういうところこだわってきますから。はい。何のプロフェッショナルだ。でもね、土が見えてるよりなんか雰囲気出るよね。ない方がね、ほらほら。ほらほらほら。これでこそマリオでしょう。
さあどうだ。うおなんか偏ってんな。二段目から近いな。さあ行ってみよう。ただやっぱね、一つ目に着地するのが難しいんですよ、すっごく。さあ行くよー。三段、これでもういけたら、三段全部いけたらもう4、5って作っちゃおうね。一段作ってんのもちょっとね、なんかあれだしね。行きましょう。こういう感じね。行きます。ふっゴーでーよし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 。ふっ、うわー、来てる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 。ふっ、え、べし、ちょっとあんま跳ねないな。どうしよう、これどうしよう。やばい、今日の動画のオチがやばいぞ。いわゆるもっと低くていいのか、ここが、ここが5段目ぐらいでいいってこと、要するに。要するに分かった、もうここをゴールにすればいいんだ。だからこの感覚に、あ、べべべべべべ、一段ずつ作ると。いよいよなんかおかしい方向になってきたね。多分一気に高くしちゃってるから跳ねらんなくなってるから、この辺にして、あ、だだだだだだ、そういうことだよ。一気に高くしないで、もうこれで5段作っていきますね。テストしてたら成功するのは当たり前だからな。で、これの近くに、あべ、バグった。あー、これたまに起きるんだよね、最近動けなくなるやつ。うー浮いて、完全浮いてんじゃん、これもう空飛べちゃうようになっちゃったよ、もうこれ。あー、落ちたし、もうこのアングルで落ちたし。うわ、それも横にずれてるし、これ最悪じゃん。まあいいよ、それもそれも、じゃあ技の一つとして組み込んでいこうじゃないか。2段目ここ、3段目あそこ、4段目よし。ここを低くしたい、低くだから、よし、やべ、夜だ。あ、いいね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 。ひゅ、いくよ、ヒュイーン、ピョーン。あ、やべ、あそこブロックあんの、取んなきゃ。ピョンピョン、あともう一段ここに作れば完璧だ。ちょっとあれ、取ってから寝ないとなくなっちゃうからな。もう世話の焼ける子だぜ。ここまっすぐに直そっか。結局直す。よしよしよし。こっちじゃないんだよね。あ、一個落ちたやん。はい、結局まっすぐに直しますよ。 OK、よいしょ。あれ、なんか氷が割れないんだけど。あれ、なにこれ、夜だと割れないとか、まさか。え、え、そうなの。え、今更知ったんだけど。あ、太陽で割れてんの、あれ、マジこれ。え、すげえじゃんこれ。夜のうちに全部氷にしたら割れないとかないのこれ。待って、これでも夜これ飛び降りたらこれやばいね。氷の上に落ちたらベチってなっちゃう。ってことは、じゃあ今作業しちゃおっか。もうやべ、雲来てる、雲来てる。よし、ちゃんとブロックを回収したい。あー、一個落ちた。あ、けど氷があるから大丈夫。氷があるんで、さあどんくらいの高さにしよう。同じくらいがいいよね、こんくらいか。ふ、これで成功したいね、やっぱね。これもう多分つながって、これ作ったわ、いいね、つなげて作ろう。次でラストだから、で、だんだん跳ねなくなるから、こんくらいのとこでいいよね。よし、この辺にしとこう。あべくっさ。そっか、ってことは、海歩くとき夜とかだったらなんかこう安心して歩いていけんじゃない？もうね、戻っても割れないしね。よし。あ、ここゴールだからちょっとじゃあデカめにしよっか。高さもあんまり高くない方がいいな。こんくらいにしとこう。で、最後はゴールなんで大きくしときたい。てか、最後ってよくないから、もうこれスライムブロックじゃなくてもいいよね、下手したら。1、2、3、4、5、6。あ、中途半端。すげえ中途半端。で、ここに旗を。おお、すごいすごい。あー。ってこと、あ、ここ、わかったわかった。ここはなくていいんだ。ただもうこれだけは取りたい、ちゃんと。待って待って。ブロック、取れて取れて、よし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 。で、よし、いいね、このゴール。あ、ゾンビがいる。よーし、ゴールできました。
おお、ゴールっぽい、ゴールっぽい。よーし、できましたよ。あとは寝て、朝を待つだけだ。ふい。よいしょ、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 おー、登ってきた。あれ、どこ行った？びっくりした。びっくりした。落ちろ。凍らして、あー、凍らせると登ってくるのか、そっかそっか。よく考えたらそうだよね。氷の方が歩いてきちゃうんだ。さあ、ちょっと見てみよっか。おお、いいいいいい、ゾンビ来てるけど。いや、マリオっぽいね、これ。あ、いや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 ファイル、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 で、いやー、OK、成敗したぜ。もういるし、ダメだ、これ湧いてきちゃうんだね。さ、登って寝て飛び降りよう。やべ、やべやべ、狙ってきてる。やめてくれ。おお、くっさま。届くのか。チッ、よし。いやー、星空が綺麗だ。これはいいジャンプができそうだな。オーマイガー、寝れるかな、これ。エンダーマンとかすごいいるんだけど。スケルトン撃ってこないで、ちょー。よし、寝れた寝れた。クリーパー倒さなきゃいけないじゃん、よく考えたら。うわ、エンダーマンもいるじゃん。クリーパーとエンダーマン倒してから行く？なんという、なんという試練が待っているんだろうか。弓矢も持ってきてないしさ、こういう時に限って。エンダーマン無視すればいいのか。クリーパー2匹だけってことか。はい、スケルトンさん一応成敗して。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。いいね。クリーパータワーとしては、いい仕事してまんねん。で、うわー、え、危ねえ、超危なかった今。吹っ飛ぶだとこだったよ。うー、ちょっと待ってさ、クリーパーさん兄弟、クリーパー、あぶねえ、毎度危ないね。よし、え、パリーン、君いたんだ、へえ、くわー、横移動、横移動、あ、落ちた。いやー、雲はいいやつだな、本当に。昼間は何もしてこないから。かわいいね、クモちゃん。クモってこうやってやっても何もしてこないんだね。かわいいね。全然かわいくないけど。さあ、行きますか。運命の大ジャンプ。上から見るとどんな感じかな？うおほほほほ。マリオだね。さあ、行こう。スーパーマリキンワールド。旗を目指して、スーパーマリキンワールドーでぃよし、よし、でぃよっしゃ、いいぞいいぞいいぞ、十分な高さ、よしよしよし、来てる来てる来てる、ああ、なんでビチってなるのこれ。え、まさか2段しか飛べないとかないよねこれ。ちょっと待って、今のさ、ビチは何なの、なんでなんで。え、でも1段飛んでここも飛んだよね。え、なんでビチっていったの、なんでなんでなんで、まさかこれ無理なの。すっげえ嫌な予感なんだけど、これもう一回試してみよう。なんでそれ嫌だな、4段くらい行くとドゥクシってなっちゃうとか、そういう変な決まりないよね。マリキンワールド、はい。ちょっとずれてる、ちょっとずれてる。 ここで1、2、これは3、あっち、うっ、ああ。ちょっときついかな、これ。ちょっときつい感じしたね、今ね。要するにパワーが足りてない、要するにだな。何がダメなんだ？ここでもうパワーが失速してた。ということは、やばいな、やばいぞ、やばいぞ。一段飛ばし。一段飛ばし。いきます。もう修正するんじゃない。あとはジャンプのテクニックでもう、超える。結局5段じゃなくなるけど、やばい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 。来た来た来た。うわ、クリーパー警戒に来てんじゃん。ちょ待って、ちょ待って、ちょ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 ち
あ、割れてきてる割れてきてる。てかスケルトンもうちょっとこっち来れば燃えるじゃんよ、考えたら。そう、このねクリーパータワーの影になってんだよね、ここ。これギリギリまで行って、うわ、なんだなんだ、おー、びっくりした。あー、ドーバンプション。え、やば、これまさか水の水量おかしくなる、これ。もう登っちゃおうか、無視して。うわっ、くっそー、よし登れた。よし、これがラストジャンプになることを祈っていこうじゃないか。いきます、スーパーマリキンワールド、いくぞー、一段飛ばしだ、こっからだ、こっからだ、うりゃー、来てる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 、いやー、引きった、あ、危ない危ない危ない、あ、あ、こう、やったはい、とりあえずまあ達成したということで、一回ちょっとさ、このアングルでも行ってみたいんですよね。ちょっときついかもしんないけど。おー、すごいすごいすごい、おお、あ、かなり前押してるんだけど、押しっぱなしだと通り過ぎちゃうんですよね。いやー、難しい難しい。いきます、これで成功させたらかっこいいぞ、スーパーマリキンワールド、イエーイ、ほほー、いや、見えない見えない見えない、あー、くっす、悔しい。もう一回行こう、もう一回行こう。分かった、いつも通りこのアングルで行って、完全に的が定まったってなったら F5 を押す。これで行こう。そのくらいじゃないと無理な気がするから。いきます、アングル変えていくぞ、スーパーマリキンワールド、Here we go! ほいーって定まった。やべ、的が出てね。よし、やった、来た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 、あ、やばい、あー、ブシブシ、よっよっ、どうだ、一段飛ばし忘れてた。ラストジャンプ、スーパーマリキンワールド、Here we go! ヘイ、よし、的が定まった、よし、いやー、まい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 、あー、やばい、一段飛ばせ一段飛ばせ、うー、よし、うん、来た、今あれだね、一段飛ばしが違う感じで飛ばしたね、今ね。やった、大成功、これマリオだ、これ完全来たわ。いや、よかった、気持ちよく終われた。はい、というわけで、なんかもらえるわけでもないんですけど、すごいやりたかったので、まあこういうチャレンジ以外でもですね、例えばなんかこういうの作ってほしいとか、こういうチャレンジしてほしいとかありましたら、ぜひコメントお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう、バイ。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私、ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私、ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。